写真拡大。第36回ネギシ SG3、 1月30日、東京ダート 1400m。 昨年末のリンクウエスでオープン初勝利を挙げたオーロラ前走の六波論戦は2番手につけて、しぶとく粘る正攻法の競馬で勝利、初の重賞制覇を狙う。スムーズに先段につけると直線で突き放した勝ちっぷりは良かったと畠山調教師は振り返る。19日にはリホ W コースでベルジネス6歳3勝クラスに1馬身遅れたが、一敗によって5波論66秒8から12秒6とハツラツとした動きを見せた。攻め場はずるいところがあるが、順調には来ているとトレーナーも仕上がりに満足げだ。府中の7波論戦は1、2、15、4、5、3と6戦で5度の掲示板と安定感はある。東京の舞台は条件的に悪くない。馬は元気な状態で来られているのでと畠山氏。3歳時にはユニコーン SG3 で12着があるが、好馬になってからの重賞は初参戦。先行してしぶとく粘るスタイルで東京の開幕重賞を激走。